カモのサイボーグみたいな。ジャンガチ総取り選手権の5人でめちゃくちゃ燃えること言うやん。すいませんでした。すいません。末広がりずと申します。いいよ、よろしくお願い。立て祭りまする。どこですか。いや知りませんって。どこですか。こっちのセリフですよこれ。ちょっと今日はね趣向を変えて場所を変えましてね、はい、ちょっとある撮影の合間に、はい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 、こちらで YouTube 撮ろうじゃないかということです。ちょっとね、もうこの T シャツ着てるでしょ。アップティーの、うん、日程が全て終了しまして、なんとめでたく末広がりずが販売枚数合計2167枚で1位となりました。いやすごいですよ。2位ニューヨークに、500枚ぐらい差をつけまして、うわ、ありがとうございます。購入していただいた皆さんありがとうございました、はい、なんか一気に何十枚とか100枚とか買って くださった方もいるみたいで、100枚買った人どうしてはるか、どうしてはるかが気になります。いや毎日なんかあのツイートとかで拡散みたいなの なんかしてくれた回もありまして、はい、ありがとうございます。1位ということで、はい、優勝賞金30万円嬉しいですね。そして売り上げも何パーセントか入る、はい、ということです、おかげさまで曲番がありがとうございます。ちょっとだけ潤いましたね。ちょっとだけ潤うということで照明1台ぐらい増えるんじゃないですか。照明、いやカメラ変えるでしょ。プレステ5は、プレステ5確かにいいね。買ってもいいと思いますけどね。スイッチも新しいの出ますよね。え？あ、これ漏らした赤いやつかもしらん。あれまだ新しい。怖い怖い。あ、チクチクによって違うかな。何チクチクによって違うって。CM だね。有機EMモデル。何それ？もう画面がとにかく綺麗なんです。なんかパンダみたいやね。え、これでじゃあ熱盛やったらすっごい景色な。動物もあんな。あ、もう本物のマスコットじゃないですよ。あ、本物の動物に。本物の動物。怖いよ。緑がもと。本物の犬とか。緑がもとどうなる。ロボットの感じもどうなる。だからカモのサイボーグみたいな。機械なんで半分こう。そうそうです。中が。そうですよ。この基板とか。そういうのに、そういうのもありじゃない。キャラもこの実写になるってことやろ、うん、キャラも全部実写になる。自分の顔が。もうさ、しずえさんとか本物の犬ですからね。気持ち悪いな。あんま可愛くなくなるの、うん、全員タヌキとか。あ、全部タヌキやね。怖いな。リアルタヌキ。まあまあそういう機材をちょっと充実させていってね。うん、なんかありますか？コシーも、ね、いやコシーも買おうよ。それはジャンガチ総取り選手権の5人で。めちゃくちゃ燃えること言うやん。じゃんけん。で一番負けた人はプレステ5買わなかった。いやいやその。罰は儲けるとちょっとかわいそうやから一発勝負じゃんけん。一発はなんかちょっと悪くない。もうちょっとやりましょう。5人でマジでやってみへん。30万円総取り選手権。はい、いいですよ。もう運にしよう。そのなんか能力とかで。あー、なるほど。もう運にしようよ。ちょっと能力入れたいけどね。いや、そこはなんか揉める火種になりそうやな。何の能力使うか、ね、いや、そうそうそう。お前得意分野やん。それ運動神経やんけ。お前の得意分野やんけ。みたいになるとあれなんで。川辺さんが言わんとく？4人で。カールさん絶対負けるようにカールさんもいやカールさん今おらんからかわいそうでしょ。30万円の使い道決まりましたね、はい、末広がりず局は夏のボーナス大企画。うわ、じゃんけん30万総取り大決戦。僕みんなで募金してもいいんじゃないかってヒリヒリするねとか言ってたよ。ほんまにいけるんですかこれ。無理やった場合このこれも使われるから。無理やった場合はまたあのコロッシャツ来てここで謝罪動画します。西麻布から謝罪動画撮っとこう一応。すいませんでした。すいません、皆さんの、ご援助いただいた T シャツの売上金で、はい、総取りじゃんけん総取りゲームをしようとしたんですが、はいはい、見ていただいたと思います。その動画も盛り上がってましたよね。方のあの叱咤の声が上がりまして、配信するのはちょっと良くないという初版の事情から、ね、30万円の企画はなしになりました。申し訳ございませんでした。週3から週1へ配信を変えさせていただきます。増やせ罰として。申し訳ございませんでした。これの賞金は30万円を争奪戦を
企画したいと思います、はい、その30万を使って面白い企画をすることがお返しになると思いますんで、はい、他にも思いついた場合はそっちもちょっと検討したいと思いますもっとおもろい30万の使い30万の使い方の一番バズるやつよ。30万使いますっていうとこあったら見るんじゃない。よくあるもんな、自販機で30万何個で当たるとかさ、おみくじ全部引くとか、1万円の自販機30回やりますとか、そういうの100万とかでやってるけどな、あの人らは。そうなると30がちょっと弱なるけどそのそういうのも考えてもいいかもしれない。2年前ぐらいに100万円で見たことあるな、そういうの。それを2年後に30万でやったらちょっと弱いかもしれんけど。整形どうよ。うわぁ、おもろいけどな。整形はもう絶対。おもろいけど嫌やけどな。30万で耳に。そう、耳タブ。耳に。いやちょ、耳タブやりたい言ってたやろ。俺耳タブやろうとした、一回売れてない時に。うん、耳タブにシリコン入れてむっちゃでっかい服耳にしたらおめでたい芸人みたいなでもっと覚えてくれるとキャラ作ろうと思って耳タブ整形しました動画。耳タブ男女耳タブ整形しました。いやそれは三島じゃんけんやねん。え、今となってはもうだって耳タブやりたないもんな。30万で耳タブちょっと大きくするか。耳タブ大きくするとかわけわからんこと言ってましたやんか。それでもありかもしらん。整形っていうのね。今聞いてやっぱ面白いと思った。整形30万で耳タブ大きくする、やっぱこうやった方があのおめでた芸人というか。それほんまに4万回くれたどうする。何畳30万かけて耳タブ大きくしました。 4.6 万再生。ついな。30いきたいよね。30万回再生。そうやな、うん、目標はちょっと。そうやね、耳タブも候補に上がったね今。あとじゃあちょっと候補上げておく。まあまあ総取り、うん、運試し南條が取った場合は耳タブ。いや結局俺耳タブせなあかんよ。その企画なくても耳タブの可能性あるから。もし取った場合どうするで。じゃあもし取った場合30がなかなかないで。30一撃めっちゃ高いスーツ作りたいな。持ってないの俺。その例えばまあわかるわかる、今度子供とお宮参り行く時とかは作らなあかんと思って。あれアコマじゃないの。いややっぱ袴はもうええやろ。ネタでお宮参り、お宮参りのイメージって袴やけど。あっちゃうのか。あれ子供と、子供が袴で、子供とお母さんは巻物のイメージあるけど、お父さんは袴あんまないっていうか、あんまない、あんま見たことない。スーツ着てはると思うで。高いとこ行って30万円でスーツ作る。同じのあれ作るよ。もう佐藤健のあの服買い戻せよ。あれ以来あの番組呼ばれてへんの俺。佐藤健さんの真似してからテレビ局すごいクレーム来たんちゃうかな。まだそこまで、あの時そこまでまだ出まくってもないぐらいか。ちょっとずつ、まあ、出てたとしても俺ではないやろ多分。なんかでそれ以来結局相当やっぱスケジュール取られへんかったんかな、うん、皆さん。まあそれはよしとして、うん、そういうかっこいい服買う。がっちり親孝行しようかな。がそれは普段からやってることやから。そう、いやでも30ってなかなかないでしょ、うん、また沖縄編みたいな感じでロケ企画、箱根編とか。親連れてっていい、三島の親来たら変な感じになるってYouTube 局番でみんなやってんのに。沖縄行きたいと思うんやんか。南條と三島家で、いや本館と別館とかで分けてくれるといいけど、同じとこにおられてちょっときついわ。いやこれが親孝行だから。漫才気になるって。三島の家族に漫才。なんで個人的に漫才すんねん。見せよ。店で見せて。30万っていけるでしょ。三島の車の免許を取ろう。あの、全部回します。で別に全部回す。よちょうど免許の免許講習代30万ぐらい。30万ぐらい、ちょっとその辺でまた企画考えて30万円をちょっと使わせていただいて、何か企画を考えたいと思いますので、はい、また皆さんご視聴のほどよろしくお願いします。お願いします。この度は T シャツ購入ありがとうございました。